ホーム、鈴見が滝駅は、兵庫県川西市鈴見が滝一丁目にある、野瀬電鉄妙見線の駅。駅番号は NS05。伏 NS 線改善は、当駅から多田駅付近までが、旧国道173号との併用軌道となっており、当駅も国道の片隅を曲がりしていた。このため妙見線は、軌道法による運行上の制約を受けていたが、 複線化に伴う線形改良の際に当駅が現在地に移転し、同時に国道173号が移設されたため、起動法から地方鉄道法に準拠対象を変更することが可能となった。当駅は1990年代までつづみ型駅と表記されていた。その後も当時の漢字表記の看板がそのまま使われていたが2006年に更新されている。 駅舎改築前、旧駅舎相対式2面2線のホームを持つ地上駅で無人駅。ホームの川西の瀬口駅よりはトンネルに接している。駅が現在の位置に移動してから改札等は川西の瀬口駅ホーム側に設置され、両ホームの行き来は地下通路にて行っていたが、川西市によりバリアフリー加工事が行われた結果、改札が 両ホームに分離された。川西の瀬口方面行き側改札口の外側には、滝のトイレを含めたトイレが設置されている。なお、従来からの校内地下道も、手すりが二段式に取り替えられた上で残されている。ホーム有効長は、大型車6両分にまで延長されていたが、スロープ設置に伴いホームが削られた結果、4両編成が止まれる程度に縮まっている。 乗り場番号は設定されていない。かつて当地には30メートルの落差がある滝があり、その滝が鼓のような音を立てていたことから、当駅付近は鼓型滝と呼ばれていた。ABCDEFGHIJKLMNOPQR 兵庫の鉄道全駅施設、公営鉄道神戸新聞総合出版センター、2012年12月10日、145ページ。 ISBN 9長7843億4300万6745川西市統計用欄令和元年度番号から4のせ電鉄市内各駅の1日の乗降客数 A ・ B ・ソネサトル週刊歴史で巡る鉄道全路線公営鉄道私鉄14号神戸電鉄のせ電鉄北上鉄道北近畿丹後鉄道 朝日新聞出版文冊百科編集部、朝日新聞出版、週刊朝日百科、2011年6月19日、16ページ。ABC のせ電気機動株式会社編、風雪60年、1970年、139ページ。のせ電鉄株式会社編、のせ電鉄80年史、1991年、370ページ。 AB み型ケーキバリアフリー加工事が完成。川西市バリアフリー重点整備地区基本構想。川西市。2011年7月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。2015年6月10日閲覧。野せ電鉄株式会社鉄道事業部編野せ電昔ギャラリー2009年7ページ。み形ケーキ。ありがとうございます。